オリンピック国立公園は、ワシントン州、オリンピック半島にあるアメリカ合衆国の国立公園。公園は3つの基本領域に分けられる。太平洋の海岸線、オリンピック山脈、温帯雨林である。元々は、セオドアル・ウズベルト大統領が1909年オリンピック国定公園を設立し、米国議会による国立公園への変更の議決を経て、 1938年フランクリン・ルーズベルト大統領が法律に署名した。1976年にはオリンピック国立公園は生物圏保護区になり、1981年世界遺産に登録された。1988年、オリンピック半島のほぼ全域がオリンピック自然保護地域に指定され、地域の保護がさらに強化された。 年間訪問者数は300万人前後、最寄りの都市はワシントン州のポートエンジェルスである。オリンピック国立公園の太平洋岸沿いの細長い土地は、起伏に富んだしばしば霧で覆い隠された砂浜の広がりと隣接する小さな森である。長さは 117.5km ある。主な川の河口で2度だけ途切れ、そこには人が住む 先住民の地域社会がある。宝族は、宝川に、キルート族は、キルート川の河口のラプッシュという町に住んでいる。宝族は、キルート族の士族である。連続した自然の広がりは10から20マイルにわたるが、見慣れたものとは、時間的にも、空間的にもしばしば全く違うように見える。ある海辺は贅沢な砂浜だが、ある海辺は扱いにくい重い岩と、巨岩だらけである。 たくましいハイカーでさえ、やぶ、半も、滑りやすい足場、潮の看板、温帯雨林気候のため、早く歩くことはできない。オリンピック国立公園の内陸部と違って、海岸戦争いは行きやすいが、軽い日帰りハイキングの距離を超えていく人は、普通ほとんどおらず、見かけよりも、はるかに難しい地域である。オリンピック半島の太平洋岸の波打ち際、海岸で、 最も人気のある場所は9マイルのオゼットループである。オゼット湖の歩道の起点から最初の3マイルの工程は原始に近い海岸のアメリカネズコ沼を通る板張りの u 歩道を通る。一旦海辺に出ると次の3マイルの工程では最高の先住民の海辺の居住地に沿って満潮時に横断するための岬の道を歩く。三番目の3マイルの板張りの歩道の工程は ほとんどの人にとって動く歩道がないととても歩けない。板張りの歩道と襟抜きの優しい海辺の散策がオジェットの人気を高めている。砂のすぐ近くまで木々が密集した森があり、その結果、倒木が元となった多くの木が海辺に散乱している。太平洋岸の細長い地域の南端方向に流れる伝説の方川は非常に荒々しい川で、 大量の球木その他の漂流物を海へ押し流す。その後漂流物は北に流れることが多く、海辺を豊かにしている。川や海辺からの流木丸太、沈んでいる丸太、先端部、根の小さな塊の状況は、北米全域での主な自然順地の手法である。すなわち、自然の流木の体積は、見た目だけではなく生物学的にも堂々とした姿を形成しており、 この地域には昔ながらの面向きがあるが、以前の海辺の写真には驚くほどの量の流木が映っている。漂流物はかなり遠くから来ることが多いタイコロンビア側はかつては太平洋北西海岸へ流木を押し流したり、養分を流したりするのに多大な寄与をしていた。オリンピック国立公園の海岸部の細長い区域は半島中央部の遥かに大きい公園の主要部と、 つながってすらいない。フランクリン・ルーズベルト大統領は、細長い回廊上の公園区域を指定して、これらをつなげようとしたが、政治上の力がそうならない方向に働いた。ブルー氷河からのオリンポス山頂の長めオリンピック国立公園の中心には、山腹と稜線が巨大な太古からの氷河に覆われた、オリンピック山脈がある。山脈自体は、 ファンデフカプレートの沈み込みたいと関連するフカ体の流気の産物である。地質の蘇生は好奇心をそそる玄武岩質と大積岩質のメランジュである。山脈の2種半分では高さ2428メートルのオリンポス山が他を圧倒している。オリンポス山では多量の降雪があり、結果としてノースカスケードを除く米国本土において、 火山以外で最も大きな氷河作用を受けている。いくつかの氷河があるが、そのうち最大のものは、放氷河で、長さは5トル近くある。東を見ると、西側の山脈の雨影のため、山脈はずっと乾燥するようになる。こちらには、数多くの広報と岩だらけの尾根がある。この地域の最高峰は、2374メートルのデセプション山である。 高川の近くの苔に覆われたビッグリーフメープル公園の西側には、ホーレインフォレストや機能とレインフォレストを含む温帯ウリがあり、米国本土で最も湿った地域である。温帯ウリであるため、南米のアマゾンの熱帯ウリのような熱帯ウリとは、逆に熱帯性シダ植物が生い茂るのではなく、むしろ濃密な頭皮、もみを含む森林や、これらの木々の樹皮を覆い、枝から、 緑の湿った薪げのようにポタポタ垂れさえする苔が見られる。公園は高い山脈により南の本土から切り離された孤立した半島にあるため他では見ることができない多くのユニークな植物種、動物種が進化した。また、オリンピック半島の南西の海岸線は北米太平洋岸で最も北の氷河のない地域であり、結果として最終表記において山から海岸まで。 今日のおよそ2倍の距離があったことに助けられ植物が、そこから北の氷河で覆われた地域へ広がる、際の一時避難場所となったまた、北西地区の太平洋岸だけに、固有の多くの種の生息地ともなっている。この重要性ゆえに、科学者はここを生物圏保護区と宣言し、動植物がどんな風に進化するのかを、よりよく理解するためユニークな種の研究を行っている。 地域の自然史に関する領書は、ティム・マックナルティのオリンピック国立公園、自然史案内である。東北アラバ岬とオゼット島イオーロッパの入植者の流入以前にオリンピックの住んでいたのはインディアンであり、主として狩猟、挙老を行っていた。しかし、最近行われた山脈に関する記録の調査及び体系的な考古学的調査は、 インディアンがかつて考えられていたよりも、はるかに幅広い目的でこの地、とりわけや鉱山の草地を利用していたと指摘している。すべてではないにしろほとんどの北西部太平洋、沿岸地区の先住民文化圏は、民族史学者、起業家、入植者がこの地にやってくるずっと前に、ヨーロッパ人が持ち込んだ病気、その他の要因により、多かれ少なかれ深刻な悪影響を受けた。 このためヨーロッパ人が見分し、記録したものは、かなり冷落した後の先住民の文化基盤であった。オリンピック山脈で、現在、数多くの文化遺産が確認されており、重要な遺物が発見されてきている。入植者が姿を見せ始めた頃、北西部太平洋沿岸地区における採取産業は、木工期にあった。とりわけ木材関連の産業は、 1800年代後半と1900年代初期において急速に始まった。伐採に対する大衆の反発は、壊滅されてしまった散腹を人々が初めて目の当たりにした1920年代に根を下ろし始めた。この時期は人々の自然への関心が爆発的に高まった時期であった。すなわち自動車の利用が進み、人々はオリンピック半島のような かつては遠隔地であったところに旅行するようになった。オリンピック半島における新しい国立公園を作るという提案の公式な記録は、著名な人物、ジョセフ・オニール中尉とジェームズ・ウィッカー・シャム・ハンジによる1890年代の遠征によって始まる。彼らはオリンピック半島の自然の探検中に出会い、その後、この地を保護地域にしようと政治的に協力し合う。 1900年代初期のワシントン州議会での彼らの努力は失敗するが、1909年、セオドア・ルーズベルト大統領は、主としてオリンピック半島原産のルーズベルトエルクの群れの山毒の出産場所及び、夏季の生息地を保護するために、オリンパス山国定史跡を創設した。フランクリン・ルーズベルト大統領が、1938年に、 この地域を国立公園に指定するまで地域の保全を望む大衆の声は高まり続けた。国立公園となった後も公園内で違法な伐採が続けられた。公園内にある極めて貴重な森林をめぐり今日まで政治闘争は続いている。オリンピック半島での伐採は続いているが公園内では行われていない。オリンピック国立公園の森林をめぐる 戦いの詳しい歴史を表した書物は、カール・ステンリーのオリンピックの戦場、森林保護の政治力学である。ソルダック滝公園内にはいくつか道路があるが、奥深く入っていくものはない。公園の大きさ、遠さは、内部の高地へは、週末だけではいけないことを意味しているが、ハイキング道路網は整備されている。植物で埋め尽くされ、 無数の緑の色調を織りなしているウリンの景色は旅行中雨に降られる可能性があったとしても十分に価値がある。もっとも7月、8月、9月は長期にわたって雨が降らないことが多い。オリンピック国立公園のほぼ他に類を見ない特徴は海辺沿いのバックパッキングができることである。公園の海岸線は丸1日海辺沿いに歩けるほどで 日帰りではない旅行にとっても十分に長い。山腹を苦労して登るのに比べれば、牧歌的で春るが、潮の看板には注意しなければならない。すなわち、海辺の最も狭い部分では、満潮時は崖まで波が打ち寄せ、通路を塞ぐ。また、ぬかるんだ、急な道と固定されたロープを使って苦労しながら、進まなければならないいくつかの高台がある。 セブンレイクスボンチ冬の間、ハリケーンリッジとして知られる人気のある見晴らしの良い場所ではアルペンスキーとノオルディックスキーが楽しめる。ハリケーンリッジウィンタースポーツクラブは、ヒエリのアルペンスキー場を運営しており、スキーレッスン、レンタル、安価なリフトのチケットを提供している。小さなアルペンスキー場には、ロープ等が2つ、ボマリフトが1つある。山スキーヤーは、 頂上までヒッチハイクして戻るためによくハリケンリッジロードを滑り降りる。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。